見える会館目の前。こんにちは。一般社団法人会館 GP の村松大介です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。それに対してお話しさせていただくんですけども、本当にこう皆さんね、日々誘致を見ていただいたり、 本を読んでくださったりですね、また公式ラインの方からですね、今日も実践というところで、こう実践、毎日毎日こう実践してくださる方もあり、本当にありがとうございます。で、そこを通してね、えー、自分自身のこう考え方がすごく落ち着いてきたとか、ことをね、えー、感想をとんでいただけると非常にこう嬉しく思います。で、今回ですね、このネガティブな現象というかな出来事、まあ、社会的に見たネガティブですよ。マジか何でこんなこと起こっちゃったのっていうことに対して、そこにこう感謝をいかに見いだせますかという、私の今日の実 実践の言葉があるんですけども、でそのところのご質問ですね。でついこの現象にとらわれたり、人から言われたことに対してなんだ、ああいう言い方するんだろうみたいに、こう、悶々とこと考え始めると、で自分が何,何,何が悪かったんだとかって思い始めると、体が重くなったりね、この発想がこう浮かばなくなってしまうんですけども、じゃあどういうふうにこう見いしていけばいいかなというところのお話に入ります。では、画面の共有に入ります。 こちらですねネガティブ現象から感謝を探す方法、えー、公式 LINE 登録者 K さんからのご質問です。今日の開花実践で、えー、開花実践後で説明させていただきます。現象のお相手のメッセージから最高診療数の感謝を見いだせますかってありました。言葉の意味が今一つ分からないんですが、これは自分が現象に感謝を見出すのではなくて、相手のメッセージに込められた感謝周波数を見出せるかということですか、それともあくまで自分が 相手の状態に関わらず、えー、相手の感謝の周波数を見出せるかということでしょうから。このあたりの解説をお願いしますと。まずこの開花実践なんですけども、公式ラインをですね、えー、入っていただくと、このリッチメニューというのがあって、ここをですね、 ここをクリックすると1日1個だけなんですけども、開けます。で、今回ですね、えー、また新たに20個ぐらいこう言葉を追加させていただいて、早くもこう稼働していますので、えー、よかったらね、ご覧いただければと思います。QR コード、ここから入っていただいたりとか、あと YouTube の概要欄にこの URL が入ってますので、えー、そこに見ていただければ、あ、こういう考え方すればいいんだな、こういうね、日常を歩いてるとき、こうすればいいんだとか、ご飯食べるとき、こうすればいいんだという考え方のことでですね、皆さんが量子側、見えない側の世界をどん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  の動かしていっていただければと思います。で、先ほどのご質問ですね。嫌な現象とかね。自,自分がこう心を揺さぶられる。 現象に対してなんですけども、えー、ちょっとね、こう私の文章もちょっとイマイチだったかもしれないんですけども、この嫌なこと言われたりとかって、ネガティブでここを揺,揺らす、揺さぶられると言った時に、その嫌な言葉とか、変なね、い,いじわるとか、こう、ね、妬たまれたとかっていう、そのことに感謝を見出すとか、相手があ,あ,あからさまに、この意図的にね、嫌なことをやってきたということに感謝をするというよりは、その感情 レベルを超えてですねその奥の自分の本来の本質の自分が何のためにこう人生使うのかとかで自分の人生どうしていきたいのかあと自分自身の魂レベルをどうしていきたいのかというこの感情を超えて え、素粒子のミクロのこの隙間の側ですね。え、隙間の側、ゼロポイントフィールド側にこう気づかせてくれるために。で、この自分がじゃあこの世にね、何のために生まれてきたのかということを気づかせてもらうために現象が起こっているんであって、この意図的に悪さをしてきたとか、恋,恋,恋にね、わざとこうしてきたっていうことに感謝をするということではないんですね。この感情に対してはあくまでこうシャットダウンとかも切っちゃってよくって、 で、そこを通して自分が揺さぶられたとか嫌な思いをしたら、でそ自分はそのことを通して人に対して、ね、意図的に意地悪とか、この相手をディスる。 相手を見下してこう発言をするとかっていうことをやめようとか、じゃあそういう状況に陥っている人に自分がより愛で存在しようっていうことをこの現象が教えてくれた。そこが、あ、私がそうやって自分にね、こう学び,学びなさいっていう出来事が教えてくれたんだと。でそういう意味でありがたいっていうことですねで。相手が意図的に悪さしたことにありがとうなんて思えるわけない。まあ、人間レベルでね、思えるわけないので、感情的にね、そんな言い方するなよとかって思ってしまうので、そのところは感情 は感情で感情とはまた別次元でですね、で自分自身の,この、まあ、感情というのはフォトンの振動数なので、そのフォトンの周波数レベルでやり取りをするのではなく、その素粒子を生み出す根幹側の、えー、隙間側ですね、えー、隙間側で隙間側で この自分の生き方、あり方をどうしていくのかっていうことを教えてくれてるっていうふうに捉えていただければ、そこからの感謝っていうことですね。だから、か会社のことですごくこう困ったことがあるとか、家族のことで困ったことがあると、その嫌な現象に感謝をするというよりは、それがあるからこそ自分はより生かされてる側に気づけるとかですね、普通にこうスーパー行って買い物ができることに感謝、あ,のありがたいなっていうそ、そういうところにも気づけるとか、こので 電車があるから移動ができるとかっていう部分に感謝が深まるっていう意味で、えー、よりこう自分のいろんなことに対しての感謝,が深まら感謝を深まらせてくれてるための現象だったというふうに捉えると、えー、感謝が出てきてで自分自身が感謝周波数で 存在すると、そのネガティブのね、嫌な出来事とかっていうことを嫌な出来事を通して嫌な感情を味わったっていう嫌だな、自分がディスられたなっていう思いにも、この感謝の周波数をいつも響かせてるので、どん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 このね、自分のネガティブ、ネガティブと言われてる感情も振動数が上がってきて、より楽になってくるかと思います。そういう風にね、捉えていただいて、このいろんな出来事はいいこと悪いことって社会的に見てね、起こります。そこの え、言い悪いの判断を超えた側のですね、自分の本来そもそも何のためにこう自分の人生を使うのかという側でですね、捉えていっていただければと思います。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。